はい、でも今日ペイちゃんね、さあこういうコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、なんか新ガチャが来てますね。こちら、はい、青葉に吹く風ということで、こちらのガチャがね、今日から来ております。50連で金枠確定、モーターボート、竜船。これがあれかな、メインなのかな。おー、金枠率が 2% 低いね。で、ビジョン。ビジョンか。これ性能どうなんだろうね。一緒なのかな。で、一章、女性と男性がありまして、これ何？飛行服。こんな感じですね。金枠はこの5個だけ。あとはオレンジ。なんか持ってんのあるね。あれ？これ過去にあったか？復刻とかではないよね。違うよな。あ、あった。キャットウォーク。あ、全く一緒ですね。変わりなくということで、このガチャ、どう？みんな引く？引かなそうだな。まあ、でも、勲章、補給勲章だから、600金券かな、10連が。まあ、ということなんで、ちょっとせっかくね、新しいガチャが来たので、まあ、50連で金枠確定なんで、まあ、100連くらいね、ちょっと引いていこうかなと思います。言いましょう。最初の10連、カモン！はい。おお、あ、ごめんね。竜船来たら終わります。竜船来たら終わります。はい。うわー、まあまあまあ、まずはね、まずは衣装からいきましょうかね。はい、じゃあ、20連目ですね。マジでごめん、竜船来たらマジで終わるから。あ、はい、ごめんなさい、本当にごめん。もうちょっと早いんですけど終わります。カモン。おーっと来た。あ、違うな、飛行服です。竜船かと思ったら飛行服でしたね。はい、ということで20連終わりました。30連目いきましょう。頼む、来い。うわ、え、待って、金率さ 2% だったよね、トータルで。こんな来る。うわー、男性衣装ですね。今のところ5個中3個が来たんで、あとはもう竜船かビジョンね。はい、来ます、来い。うん、まあさすがにね、さすがに4連続は来ないです。50連目。あー、はいはいはい、なんでスーパーレアが増えて、怖い顔があったな。おーい、来ないね。で、これで70。うん、はい、通常に戻りましたね。ただ、これでもう金は確定なんで、5個！ 5 個！あー、1個か。1個でした。まあ、ただこれで竜船出します。来い！うん、男性衣装。今で80連かな？でも80連で金が4つかな？めちゃめちゃいいっすね。まあ、じゃあ、あと残りね、20連ですか。引いて終わりましょう。お願いします。8！ あー、ダメか。ちょ、欲張りすぎましたね。2ぐらいにしときましょう。2！ うお！はい、あ、これラストです。正真正銘ラスト。ちょうど100連目なんでね。お願いします。来い！だー、ダメだったか。まあ、いいです。はい。全然いいです。はい。まあ、ということでね、まあ、ガチャよりも、このガチャと同時に来てる、チャージ還元がね、お得なんで、ちょっとそれはね、まあ、今後課金する予定がある人は、チャージ還元報酬もらっといてもいいんじゃないかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。ノラスクです。おーい、めっちゃいるぞ。被ってはない。かぶってはないっすね。あ、でも近くに降りたな。その辺、あ、いたいたいた。ちょちょちょ。ちょー、もっと早く気づいていれば。まあまあまあ、ということでね、ちょっと隣にいますけども、やっていきたいと思います。ノラスクです。近くにいたやつがね、どこ行ったかわかんないんだよな。とりあえずちょっと、俺がこっちに展開しとけば、まあなんかちょっとね、クロスを組めんじゃないですか。チャンピオンシップでね、こういうの覚えたから、クロスを組むみたいなね。足音してんね。お、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って、どこ行くんだい、スコフィールド。あ、これ全滅っつったよね。オッケーオッケー。これで終わりかな？終わりなのか？いいのか？安心して。今回ね、ちゃんと味方がね、近くで、あ、ありがとうございます。味方が近くにいてくれるんでね、心強いですね。てん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 。待って、一番山の奥、誰か走ってなかった。ジョン・アブルッチが、ジョン・アブルッチが走ってる。あ、いたいたいた。なんか打ちずれな、あそこな。待って、待って、待って。ナイス？オッケー？これは？オッケー？
いいね。ちょっと今回マジでさ、味方の近くに、ナイス、強いね。味方強いぞ今回。これ野良だけどなんかいけそうな気がしてきた。セダンね、探してくるしかないよな。クーペ、うん、軽自動車ね。もうちょっと、ちょ、やめて、死んじゃう。ちょっと待って、待って、こっちまで、とりあえず行くわ。あぶねー。ちょっと待って、セダンないとな。ちょっと待っててね、迎えに行くからね。あのビルの屋上だよね、多分ね。やれないかな。これは、このシャンはもう一試し。ああ、ちょっと一番さんがあいつにやられたか、あの上のやつ。あれだな。ちょっと待ってて。撃ってみるか。オッケー。角だね。角でしたね。あーん。はい。三人でちょっとね、頑張るしかないな。東京だとね、復活機能とかがないんでね、孤島とかと違う。あそこにセダンあったぞ。あれで乗り物を発見しました。あれで行こう。どこ行きますかね。この辺ここ、とりあえずでも真ん中で、ね、ここ取れたら強いとは思うけど、ちょっと野良の方のね運転で。あー、なんかやってるね、あそこね。あそこやってね、ちょっとちょっかいだけ出しとくか。あ、行く感じで、ね、ちょっと待て、ちょっと待てよ。あの K の裏で誰か止まんなかったか今。 K の裏にナイス。K の裏に一人いるんじゃない？いないか？ん？いない？ K の裏、あ、待って、全滅？あれ？ K の裏いなかったか？俺の見間違いか？見間違いだったっぽいね。ナイス！いや、味方、おせおせだね。もうちょい真ん中の方行っとくか。いやー、迷うね。これね、アンチがどこになるかわかんねえんだよな。まあでもとりあえずここのビル取っとこうかね。ここでいいんじゃないですか。でここのビル取るんだったら一人こっち行っとかないと、ちょっとこっちからの車線が怖いんですよね。だから俺がここを取っといて、そうすれば多分ね、あそこも安心して屋上上がれると思うから。ただ俺ここで抜かれたら終わりだな。ちょっと上上がっときたいよね。お、ちょっと待って、いる、います、バレた。最悪やり損ねた。いや、グレ来そう。いけ！うわ、ちょ、うまいね、その。すごい読んだな。やばい、グレ来そう。あ、来た！感謝いたします。あ、くそ！あ、しかも、敵発見！しかも俺の当たんねえ。すま、あー、きついか。きついか。下落ちたね。味方、あー、でも味方来てくれてんな。でも、すま、いけるか。神様ー。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます。二人で来てくれたね。マジで。ありがとう。マジ助かった。ナイス！強いね。いや、マジで。あるぞ。この試合ある。で、俺のことをダウンさせた人どこ行ったんだろう。なんか結構テクニシャンっぽかったから、なんかまたこっちから狙ってきそうじゃない？そんなことない。そんなことはないか。ナイス！いや、マジ強えな。味方強えな。とりあえず、ここ登って、まあさっきのビル行きたいけど、ギリギリまで見張っとけばいいか。でもこっから、ここいれば、ね、さっきのビル、敵、侵入防げるから、一旦。あ、待て。ん？あれ？敵か？敵かな？あ、一発で。何だったんだ？あれはな、あそこいるね。敵発見。あそこ多分川泳いでくるぞ。来た。きつい。俺のエイムではきつい、あれは。戻るか。まあ、一応アンチ見るか。もう決まるからな。さあ、来い！寄れ！おお！これもう勝ちです。ここ取ろうぜ。勝った。ここ取れるのめちゃくちゃ強いぞ。マジで超強い。
もう一目散に取りに行くから。いやこれマジでここ取れるのでかい。川横断組がね来るはずなんですよね。ちょっと待って、裏怖いな。俺見張っとくか。ちょっと野良さんうまいから、野良さんに正面見ててもらって、俺ちょっと裏見とこう、ギリギリまで。で裏取られて一気にね体勢崩されるのが怖いから、ちょっとギリギリまでここで見張っとこう。大丈夫そうかな。おお、ナイス、さすが。やっぱね、こうキルしたいけど、やっぱここはね、やっぱそれぞれ役割を持つことによって勝利を得る。マジ味方が強いから味方が強いからあと2枚ですね。どこにいるんだろう。あと2枚どこにいるの。怪しいところにちょっとグレ投げとく。あー、1人毒ガスで終わったね。あと1枚か。あの辺とか一応なんか怖いところに、ね、投げとこう。こんにちはこんにちは。強いね、強いですね。あと1枚どこだろう。ここいないね。あのさ、あの白い看板の裏じゃね。ワンチャン、ワンチャンさ、あの川沿いのさ川沿いにさ、この白い看板のここにこうぴったりくっついてるパターンじゃない。もうそこしか考えらんないよね。違うかな。おお、なんだな、そっち全然違うじゃん。あーっと待って、おー強い。最後まで味方が強かった。最後までご視聴ありがとうございました。あの昨日ですね、第7回の小屋の光、あのショート動画のやつ、発表ありまして、見事 YouTube 部門でね再生数1位いただきました。ありがとうございます。いや本当にね、みんなが見てくれたおかげで、なんとかね今回も受賞することができました。まあ、今後もねやっていくんで、どうぞよろしくお願いします。